ピボは日産自動車のコンセプトカーである。バイワイヤ技術によって操作系を間接接続することにより、キャビンが360度回転を可能とし、バック操作を不要としている。また、エンジンではなく、モーターで駆動する、電気自動車となっている。ピボ2005年9月日産ギャラリーで先行展示。2005年10月第39回、東京モーターショーに出展。 小回りが効く、44WS ヨヨが採用されており、社外のカメラから視覚となっているピラーに映像を映す、シースルーピラー、4個のカメラで車から見下ろしたような映像を表示する、アラウンドビューモニターを搭載している。ピボに2007年10月5日、日産ギャラリーで先行展示。2007年10月26日第40回、東京モーターショーに出展。 4輪にモーターを搭載することにより、独立させてタイヤを回転させられるメタモシステムを採用し、ダッシュボードに運転者の顔を認識するロボティックエージェントが搭載されている。ピボさん2011年11月12日日産ギャラリーで先行展示走行。2011年11月30日第42回東京モーターショーに出展。 4輪を自由自在に動かすことができる、インホイールモーターを採用。また、後輪ソーダも搭載。オートバレーパーキングを採用し、スマートフォンで、ピボスさんを呼べば、オーナーの元まで駐車場からやってくる。ピボさんは降りた後も便利で、オート VP というところに手をかざせば、道路と通信しながら、駐車場まで戻り、充電することもできる。ありがとうございます。